渋谷は和風なんですけど、あ、じゃあ和風でいきましょう。いいんですか。いいですよ。ちょっと名前に合ってないですけど、大和なでしこなんて一条なんていけますよ。ちゃぶ台ですけど、いいですか。渋めだね。バイクが好きなの。バイクにまたがってるコウ君が好きなの。バイクにまたがってるコウ君のあの半袖から覗くたくましい腕が好き。いいよね。この胸元から覗く鎖骨鉄アレイかな。えよ。うるさい。身の中で叫ぶな。怒られた。けど確かに裸のことしか考えてなかった。私たちは裸を拝むがんと、ね、拝めるってことで許されたの。自分のことしか考えてなかった。体操服じゃないこれは。やば。あるんじゃないの。ドキドキマッチャーおしゃれ大変身。今日のときめきボーイは紺野玉尾くん。絶対メガネない方がいいやん。いや、まずかっこすぎんこれ。まあ、残念。なんで帰ってきちゃったの。おい、扱いひどいやん。本当に雑用だったよ。表を支えるとか言っといて、てめえで入れろやん。男尊女卑かよ。大変だって分かってるな。お茶ぐらい自分でもするよ。お前や、おさこちゃんいる。お前が買ってこい、差し入れを全員分。確かにね。あ、おい、いいよ。ごめん、いいよ。なんで謝ったの今。いや、なんかうるさかったかなと思って、ごめん。喫茶店行こう。え、塾で断られへん。いいよ、いいよ。ごめん、これから塾なんだ。それじゃ。まあ、予想通りですよ。あ、したら先輩が持ってるのは私のテルミン。へえ、そうなのか。やばいな。何？やるな、お前。いいものもらった。マジで？やったー！イエーイ！そうですか。それじゃあ行かないとは言ってないだろ。こっちに行ってやるから支度して待ってろ。ツンデレめ。え、絶対好きやん。絶対私のこと好きやと思う。ありがとう。あれ、気持ちだけで十分だよ。そんなじゃないよね。どうしたんだよ、お前。全身が流行の最先端だぜ。このゲロアマの服で小さい魚が可愛いです。私の魚食べられないです。これ嫌い、そういうの。あ、ちょっと服嫌やな。なんかエリ変なことなってるし。てか、なんかさ、ポケットに入ってるの何？なんかゴミ入ってる。いやいや。お前ら二人そっち座んのかい。なんでそっち座る。誰かこっち座ってよ。え、わ、波の音でよく聞こえなかった。それはいい。このセリフがいい。大根、このイベントいいでしょ。いや、待って、これなんかお先輩がいたらこういうこと学生の時したかったみたいな。確かにそれはそう、したかった。だからあれじゃん、後ろでちっちゃく好きっていうやつや。したらはいつもこうだ。なんかちょっと BL っぽいな、こんな感じの。BL 感あるな。エッチな目で見ないで。私は見てるけどね。おい。あ、来た。来ましたよ。あ、これ、あ、ごめん。どうしたらいい、どうしたらいい。丸押して。ジェラート。お前と並んでジェラート。かっこ悪いから嫌だ。どういう意味で？帰って本でも読むか。そんな。悪い気持ち無駄にしないためにも。そんなに？ジェラートだけで。どうした？一緒に布団に入っちゃうかもっていうことに。レッドインってこと。うん、そうですよ。いや、そう。そうですよ。そんなまあ修学旅行でそんなまあいやらしい。修学旅行ですからね。そう、収めるわけですから。そう、ね、何を収める気だよ。教えないと。学を収める学を。近いんだよ。離れ。そのままでいい。寒いよりはマシだ。次はいつにする。マジで。お前と一緒ならただ歩くのもいいもんだな。したら先輩遅いな。どうしたんだろう。
やっぱり君か。どうしたの一人で。待ってこれ待ち合わせ。ごめんね、いいよね、満場一致でこれでいいよね。しょうがない、いや任せるよ。いやもうしょうがない。壁に当たって落ち込んだり、行き詰まって途方に暮れたり、何もかも投げ出したくなることもありました。あれ目撃した時じゃないの。なんだあとさ、茶色いやつさ、目つきやば薄すぎ。誰をモチーフにして。コンノくん、いい参考文献教えて。メス豚どもが。行こう行こう。でかい声出すな。みんなが見る。あ、そういうパターンもあんの。内容っていうより、それは知らんくない。それは分からないよね。それは知らんくない。なんなの、そんなにあかんかった、ね、いいやん。そんなでかい声で、かっこでかい声でと書いてあるよね。なんかイメージ地球儀はタマちゃんな気がしなくもない。タマだから。ミサビ行く。うん、オッケー。いや迷惑だからやめよう。本当に冗談です。気持ちはわかるけど。え、くっついていい？大丈夫？くっついていいの？くっついてごまかした。まった。俺も見返す。負けそうだけど。なんか好きなんじゃない。もはや。ほい。いや、ダンス向いてねえし。暗いな。やっぱうちらはこういう運命なんじゃない、うん、あ、そっか、休みの日か。え、行かないよ。無駄無駄。いきなりだったもんな。またね。男優先やから。どういうことですか。婚約者。婚約者として紹介ですか。紹介されてる。惜しかったってなんだよ。もうなんで。これはこれでいいんだ。損したわけじゃない。でも別にそんな悪くない気がするんだけど、顔的に。あんま良くないんだ。俺が今ここにいることに気づいた。帰ろうと思えばいつでも帰れた。これがもうデフォルトになってきてる。これ一番いいんじゃないかとさえ思えてきた。どうした。違うよ。おい、なんか言